校生の時に初めて作ったフィギュアが雑誌に載ったんですね。でそれでいつかはできるかなとは思ってたんです。趣味としてもプロにならなくてもやっていこうかなとは思ったんで、自信はあったんですね。一番最初趣味として自分で作ったのは95年のエヴァンゲリオンブームの時にフィギュアを見るようになって、自分でも作れないかなって思って作ったのが最初ですね。あの頃インターネットとかなかったんで、雑誌とかもう本当真似して最初は作ってました。それで19歳の時にコンビニにすごい食玩が並んでて、クラスの友達がみんな買ってて、それで見る機会がすごいあって、でこれを職業にしたいなって思ったのが一番のきっかけですね。学校は絵の専門学校で絵を習ってたんで、デッサンの授業とかで絶対左右対称の人はいないと教わって勉強してきたんで、左右対称が苦手ですね。あんまりシンメトリーにしようとは思わない。でもやっぱこの世界だとちゃんと揃ってないと気になる人もいるようなんで、そこは気をつけて、ただ自分は作ってて苦手だなとは思ってます。以前は造形っていうか原型の会社にいました。そこで修行してドラゴンボールとかそういうのを仕事で作って上手くなったって感じですね、はい、会社にいる頃は隣の上司にちょっとこれどうって見てもらうことが簡単にできたんですけど、今はもうクライアントさんの担当者しか見てもらう人がいないので、それだけはちょっと人の意見が欲しい時はちょっと辛いですね、一人でやってると。あ、でも僕は、仕事として原型作ってる時はもう自分のしたいように作るは半分ぐらいで、あとは担当者さんとファンの人がどういうのを求めてんだろうなっていうのを半分考えてますね。大会はその比重がかなり7割ぐらいは自分の趣味で作れるんで、それが楽しいところですね。でそれを評価されるんで、それが当たってたか外れてたかはその結果次第。僕はやっぱり主人公で戦うことが好きで、誰にも負けないように修行してるっていうキャラクターなんで、弱い頃から強くなるまで苦労したんだなっていう雰囲気が出るような、そういうのをいつも目指してます。多分共通点は全然ないんですけど、一個言うとしたら、僕は戦いが大好きでそれ一本でずっとやってきたと思うんですけど、僕も造形が好きで趣味は造形ばっかりでやってきたんで、そういう点しか共通ではないですけど、それぐらいです。僕は割とこういう技を出してる時のフィギュアが多くて、やっぱこの技を出す一歩手前のポーズをやりたいなと思っていろいろ考えたらこのポーズになりました。今回はあえて左で殴ろうとしてる一歩手前を作りました、ね、こっちからの角度を見せたかったんで、左で殴ろうとしてるんですけど、見た人はそれに気づかず違和感ないように目指します、ね、最終的には商品として出るんで、立つかどうかとかフィギュア映えするかなとか、そこも考えて無難な坊主になる落とし込みます、ね、僕の場合作ってだんだん削ったり持ったり修正を繰り返していくんで、中の芯も同じ材料で作るっていうのは僕のスタイルだと思う。どうしてもこういう太いのを作ってると針金がもうどこにあるか分からなくなって変なとこから出てきちゃったりするんで、そうなると大変なんで針金は入れないことにしてます。今回は大きいのでそれだけ作り込めるので、髪の毛はいつもの倍以上線を入れてますね。そこは一番のこだわりポイントです。いつもはこんな感じなんで、多分倍ぐらい違いますよね。4日ぐらいかかりました。どうせでかいの作るならもうとことんボリューム大きいの作ってやろうみたいな、それを意識してこのキャラクターを選んだっていうこともあります。あとは世の中にあるスーパーサイジン4の悟空のフィギュアと左右反転して作ってますね。左で殴ろうとしてるからこっちが
前になるんで、髪の毛も普通に正規で作ると顔が見えなくなっちゃうんですね。なので全て反転してますね。アニメではよくやる手法なんですけど、ポーズによって使い分けてますね。でそれでも悟空らしさとかスーパーサイジン4らしさがなくならないようにはすごい注意して作ってます。小さいとツルツルに作るんですけど、大きいんでこのよく見るとすごい細かい筋肉にも線入れたりディテール入れるようにしました。まあ、ちょっと普通の人間にはないんですけど、想像で少し線入れたりはしてます。あとは毛ですかね。体毛の部分もちょっといつもよりは細かく入れるようにはしてました。手相機の良さはこのやっぱシワとか、あの適当にいじってても偶然できたものでひらめいたりしてうまくいく時もあるんで、それが手相機のいいところだと思います。大きいんでイメージしにくくて、ただただ線をいっぱい入れてたら、あこの線いいなっていうのを省いてって、こういう形になりました。最初すごい過剰に入れて、かっこいいポイントだけ残して、あと全部消していきます。過去一番大きな原型で検証員にもなりながら頑張ったので、ぜひ投票よろしくお願いします。